ローカルな話題を県民リポーターの皆さんに伝えてもらうふるさとシェア、今日は久留米町からです。伝えていただくのはこの方、玉手美和さんです。町で40年以上愛される中華料理店大華楼を支えながら、シェアも番組開始当初から支えてくれています。はい、今日は国見町にある地元の工場について伝えてくれます。まずはクイズ見ていきます。はい、その工場ではある巨大な何かを特注で作っているそうです。それは一体何でしょうか。 A 虫取り網、 B ベビードレス、 C マスク。3つから選んで公式 LINE から回答してください。どの商品もこの工場で製作しているそうなんですが、一つだけ巨大なものを作っているんだそうです。何だと思いますか、長澤さん。巨大なもの、でも今ピンクが可愛らしかったんで、はい、いやでも巨大で嬉しいのは虫取り網かな。楽しいかもしれませんね。はい、答えは一体何なんでしょうか。 VTR 見ていきます。こんにちは、国見担当の玉手です。今日はこちら国見町にあります、国見なのに東京って名前がついている東京エンゼルさん、こちらどんなものを作ってるんでしょうか。早速お邪魔して調べたいと思います。桃の帽子も可愛いですけどね。映えてましたね。映えてました。それでは中に入ってみましょうね。お邪魔します。こんにちは。桃のやつを作ってるのかな。何回か思いますけど違うのかな。おじが、東京でこの仕事始まって、生まれ故郷に工場を作ろうという形で、私の方にオファーがあって、私がやるようになったんですけど。どういう商品作ってるんですか。介護用品とベビー用品、そして時代が変わってきていますので、大学から、お願いされた虫取り網とか、あと大手の、ペットのメーカーから発注受けてる、発注受けてる、ものとか小物とかっていうのはあるんです。虫取り網ってこう虫取るやつですよね。子供たちが使うものとはまた別で、大きい、要するに玉手さんなのかばっとかばられるような。そんな大きいの。捕獲されちゃう。そういうことですね。ペットのが怪我した時に。なんだっけ、エリザベスから首にこう巻く。こう傷を舐めないとかする時に。ここになんかクッションが入って、ぷくっとなってこう回らないようにしていく。エリザベスカラーも作ってたの。でこれも福島工場でしかできない商品なんです。これはところに手が届くみたいな商品が多いですけど。わあ、赤ちゃんの服いっぱいだ。ウェディングドレスみたい。ふわっとしててかわいい。すごい。これが技術必要なんですよ。介護の食事の、食事用エプロン、食べ物ちょっと汚れ入れないように。そうです。そしてあと名前をどうしてかっていうと、テーブルの上にこう置いて、そしてこぼれたやつをこの上で、処理できる。そうやって処理できる形になります。アイディア、これここで作ったんですか。よく見ました。犬に対する愛が。これが1枚なんですけど、それがどう切るか、どういう人にどういうものを作ったらいいかっていうの、面から立体化して形にしていくっていうのが、面白いですね。長澤さん、いろんな商品がありましたね。すごい
高い技術力をお持ちなんだなって思いましたし、またその要望に応えたからこそのこの製品の品揃えの多さなんでしょう ね。ペットの用品もあり、介護用品もあり、ということで、機能面もこう優れてましたけど、デザインも可愛いですよね、おしゃれでね耳付きの、ね、フードも今ありましたね、はい、それも気になりました。もともとベビー用品からスタートしたので、その会社名にはエンゼルという名前がついているそうなんですね。はい、それではクイズの答え見ていきましょう。巨大なもの A の虫取り網が正解でした。長澤さん大正解でした。いやこれ使ってるところぜひ今度は見てみたいですね。どのくらいの大きさなんでしょうかこのコーナー県民リポーター募集しています。必要事項の明記、必要事項明記の上、ホームページまたは LINE からお寄せください。